のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、サンフレッチェ広島が松本山雅と戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。本日のアウェーチームはどう見ますか？ここまでは順調に結果を出し続けているこのチーム、妥当な順位をキープしています。優勝を狙うチームにふさわしい安定した成績を残していますね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。広島のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。これは見事なパスカットです。カウンターのチャンスです。何をしてくるのか。いいボールが入りそう。いい位置です。素晴らしいゴールです。相手の隙をうまくつきましたね。攻め込みすぎたのが原因ですね。カウンターの危険を常に注意しておくべきでした。ギリギリのコースでしたがポストに救われましたね。こちらのカメラからの映像です。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。ファウル、早尾。柏、中央にクロス。狙いは悪くないクロスでしたが誰も触れません。ボールがラインを割りました。ゴールキックになります。ボックス内からうまく流し込みました。ゴール中央へ決まっています。川辺早尾、空いているスペースが見えたか。ラファエルシーバー、よく止めましたがボールはこぼれています。決まった！ゴール！精度の高いシュートでした。パワフルに左下にきっちり決めましたね。違うアングルから見てみましょう。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。
河部駿。ハイネル、レアンドロ・ペレイラ。広島の攻撃です。強い当たりだ。ボールは相手に渡りました。ここは縦をつくでしょうか。うまいパス、ラファエル・シーバー、きれいに曲がりました。今日の試合は圧倒していました。得点差もさらに広がります。完全に優勢ですし、力の差が見て分かりますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。この展開は予想できませんでした。川辺駿、柴崎光成。惜しい場面でしたが、ここで奪われました。カウンターを狙います。上がっていけるか。このまま行きたい。ボックス内へ入れてきた。ここは押し出します。レアンドロ・ペレイラ。西大吾、チャンスにできるか。ドリブルで進んでいます。宮野選手を狙った。ここはしっかりクリアされました。ラファエル・シルバ、中にスペースがあります。シュート、キーパーがキャッチします。相手のマークに合っています。サイドに展開します。ボールを奪われました。何かしてきそうですが、このボールは相手にクリアされました。柴崎光成、ハイネル、素晴らしいパス、クロスを中央に入れた。決めに来た。ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。下がってボールをもらいます。このままでは打開できないと見たか。河辺駿、何をしてくるのか、何を狙うのか。酒井豪徳、西大吾、素晴らしい読みでインターセプトしました。レアンドロペ、これはよく見ていた。カウンターアタックに入ります。前に運んでいます。クロスが入りました。ボールがゴールに吸い込まれた。3点目、もうどうしたって止まりません。鮮やかなハットトリック、全く止まりません。攻撃の中心ですね。今日はどれだけ取るんでしょうか。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。
試合はどうやら一方的な展開になってきています。佐々木翔、柏義文、ドリブルでボールを前へ、中央へクロスが渡る。これはディフェンスを越えません。見事なパスカットです。川辺駿、ホイッスルが鳴って前半終了です。予想外の前半となりました。この選手、ここまでは素晴らしい活躍ですね。なかなかのものです。貪欲にゴールを狙っていますね。そして結果も残していますから、相手チームも手を焼いているようです。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。酒井、鈴木大輔、キム・ジンス、サイドへ展開します。中央にクロスが上がった。中央へのボールはクリアされました。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、キム・ジンス、サイドが空いていますね。ここはクリアされました。スローインで再開です。レオ・シルバ、さあどうする。レオシルバ、このパスは読んでいました。絶妙なロブパスです。ちょっと強すぎたか。クロスにはしっかりついている。上げさせない。クロスを中央に入れた。このヘディングは浮いてしまいました。難しいボールでしたからね。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。この試合内容では
無理もないですかね。柏、レオシルバ、西大吾、実力拮抗のカードと思われていましたが、ここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところで違いが出てしまっている感じですね。ボールを回してチャンスを伺います。柏、どこまでドリブルするのでしょうか。試合はゴールキックから再開となります。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。ここで下がりますが、今日の出来は非常に素晴らしかったんじゃないでしょうか。このパスはカットされました。レアンドロ・ペレイラだ。何をしてくるのか。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。思い通りにパスを通してきます。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。レオシルバ、ここはサイドに持ち出すでしょうか。これは相手にパスしてしまいました。ドーグラス・ビエイラ、佐々木翔、川辺駿、いいところを見ていました。何を狙うのか。チャンスにできるか。狙える位置です。仕掛けてくるのか。難しいシュートでしたが枠を外れます。選手交代です。そろそろゲームを締めに入りましたか。そうですね。選手たちに対した監督のメッセージですね。今日の試合は序盤から一方的な試合展開が続きました。最後まで一方的な内容で進みそうです。見事なパスカットです。素晴らしい足さばきです。前に進んでいます。中央の選手を狙ったクロス、ゴール。ボールがネットを揺らしました。クロスもいいですが、それまでの過程もいいですね。もう一度見てみましょう。キーパーはボールに触っていますね。これは悔しい。こちらのカメラからの映像です。
残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。川辺駿、タッチを割ってスローイン。キム・ジンス、鈴木武蔵、おっと裏へ出した。ファーにクロスが入った。クロスは結局チャンスになりませんでした。スローインになります。中にスペースがあります。ファーポストへ入れてきた。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。レアンドロ・ペレイラ、素晴らしいボールです。何かしてきそうですが。試合は終盤です。追いつくのは難しそうですが、なんとか1点も挙げています。1点も返しました。最後まで諦めていません。まさに意地のゴールです。サポーターに最後まで戦う姿を見せてほしいですね。小塚和樹、試合終了。ここは盾をつくでしょうか。うまいパス、ラファエル・シーバー、きれいに曲がりました。カウンターアタックに入ります。前に運んでいます。ボールがゴールに吸い込まれた。3点目、もうどうしたって止まりません。素晴らしい足さばきです。前に進んでいます。中央の選手を狙ったクロス、ゴール。ボールがネットを揺らしました。クロスもいいですが、それまで。レアンドロ・ペレイラ、素晴らしいボールです。何かしてきそうですが。試合は終盤です。追いつくのは難しそうですが、なんとか。おいでいただきありがとうございます。いくつか質問があります。ありがとうございました。